朗報、阪神にマジック143が点灯。阪神のリーグ優勝を願い、毎年恒例の、日本一早いマジック点灯が29日、兵庫県尼崎市の尼崎中央3丁目商店街で行われた。試合数と同じ、143のマジックナンバーが、アーケードのボードに掲げられると、集まったファンが歓声を上げた。商店街の振興組合が企画し、今年で21回目。新型コロナウイルス感染防止のため、20年から昨年まで自粛していた、六甲おろしもファンが手拍子と共に熱唱した。今年こそは18年ぶりに優勝してくれるはずと期待を膨らませた。謎定期。他球団の自力優勝が開幕前に消滅したんか。恒例行事。正月行事みたいなもんだから。開幕連敗しても他球団に負けがついていくと、マジックが減っていくんかね。中日は消滅した模様。もっと少なくてもいけるやろ。また阪神が優勝してしまうのか。これを見るとなんかやべえ奴らの集まりかと思ってしまう。やべえ奴の集まりで合ってるやろ阪神ファン。実力あるのに勝てなかっただけやしな。